遅刻しちゃうよ。あれ、おはよう、サイオンジ君。海野先生、声が大きいですよ。え、何かいるの？いえ、ちょっと。でも、君が朝から授業なんて珍しいね。何の教科なの？体育です。あれ、サイオンジ君、体育苦手じゃなかった？ええ、まあ僕も体育はあまり得意じゃなかったな。運動するのは嫌いじゃないんだけど、走ってもすぐ転んじゃうし、球技とかもね。あの、海野先生、時間は大丈夫なんですか？ああ、そうだ、今日は朝一で職員会議があるんだった。じゃあ体育頑張ってね。はい。あ、そうだ、サイオンジ君、後でって、あれ、なんで学校とは別の方向に歩いて行ってるんだろう。迷子なのかな。あ、もうこんな時間、急がないと。はあ、遅いな。あ、遠藤くん、おはよう。海野先生、おはようございます。どうしたんですか？まだ1時間目には時間がありますよ。今日は授業の前に職員会議があるんだよ。ああ、それで。天気が良かったから、朝から殿様と日向ぼっこしてたらうっかりね。そんなことより先生、急がなくていいんですか？ああ、そうだった。じゃあ君も遅れないでね。はい、先生も気をつけて。相変わらず朝から忙しい人だな。さて、俺は今日の分の仕事は済ませたし、あとは授業に出るだけか。ああ、もう空が高いな。カズキ、おはよう。また。遅いぞ、ケータ。今日は俺たち日直だろ。ごめんごめん、早起きしたんだけど、あんまり気持ちいい朝だったから、散歩しながら少し遠回りしてきちゃった。それで遅れたら早起きの意味ないぞ。わかってるって。お前もうすっかりここに馴染んだな。まあな。学園生活楽しんでるか？もちろん。そうだ、ケータ、1時間目の古典の課題やってきたか？うん、バッチリ。あー、でも一箇所わからないところがあって。後で俺も見てやるよ。本当？ありがとう、カズキ。